船井戦士船井戦士は大分県大分市の祭り、出汁と踊り隊が大分市の中心街を練り歩く。毎年8月第1週の金曜日から日曜日までの3日間に渡って開催される大分七夕祭りのメインイベントで七夕祭り初日の金曜日の夜に20機以上の出汁と踊り隊が歩行者天国とされた中央通りをはじめとする大分市の中心街を 練り歩く。出汁は、武者や竜などの勇壮な姿を骨組みに和紙を貼って立体的にかたどったもので内部から電飾で照らされる。大分市の祭りには目玉になるような大きなイベントがなかったことから新しい祭りを起こそうと考えた大分、商工会議所青年部が1985年に電飾を施した出汁を作って、 大分七夕祭りの市民御しに参加したのがきっかけである。当時の大分市長の佐藤真美がパッチンの絵柄に似ていると評したことから大分市中心部の江戸時代までの呼び名である船井を冠して船井パッチンと名付けられ船井戦士の字が当てられるようになった。1988年には初めて大分商工会議所青年部以外が加わって、 参加団体が3団体となり、翌1989年には参加が12期に急増して市民御子市から独立し、今日の船井選手の原型が出来上がった。近年では観客が25万人に達し、20団体以上が参加する大分市を代表する祭りに成長している。毎年この祭りの模様を地元のケーブルテレビ局大分ケーブルテレコムの制作で、 全国の主要ケーブルテレビ局に衛生性中継として配信されているほか、同社のホームページからでもインターネット同時ライブ中継を行っている。ありがとうございます。